ヤロスラフ・ヘイロフスキーは、チェコ・プラハ出身の分析科学者。ポーラログラフィーの原理を発見したことで知られ、その功績で1959年のノーベル科学賞を受賞した。プラハ大学のローマ法の教授、レオポルド・ヘイロフスキーの子として生を受ける。初等教育をプラハで受けた後の1910年から1914年まで、 ロンドン大学ユニバーシティカレッジに留学し、ウィリアム・ラムゼーのもとで研鑽を積んだ。その後は、プラハに戻り、カレル大学で研究を始めた。また、フレデリック・ドンナンから電気科学について学ぶ。1913年に学士を取得。この際の研究は、アルミニウムの平行電極電位に関するもので、後に発明するポーラログラフの方が,がここにある。 第一次世界大戦が始まると、陸軍病院で薬剤試験放射線医として働いた。その後も研究を続け、1918年に学術博士、1921年に理学博士となる。カレル大学では敵化水銀電極の研究を行った。1922年に准教授となる。1925年に、 シ方マスゾとと共に敵化水銀電極を用いた電流電位曲線を自動で記録する装置を完成させた。これがポーラログラフで電解反応を分析する有力な分析手法である。1926年に教授に昇格する。その後もポーラログラフィーの発展と啓蒙に努めた。1950年ポーラログラフ研究所の所長に任命され、 1952年には科学アカデミーの会員となった。その後も1955年にドレスデン工科大学、1960年にパリ大学から名誉博士号を送られるなど、数多くの名誉に良くした。プラハで没。ありがとうございます。